小岩井小鳥と西村桃花のミラケこの番組は小岩井小鳥と西村桃花のパソコンをこよなく愛する2人が昨今話題のギガスクール構想を学びながらパソコンの魅力を深掘りする番組です。ということで、はい、3回目の研究テーマはパソコン選びで大事なことってなーに。知識がないと難しいですよね。難しい。私も最初は分かんなかったけど、こういろいろ知識が増えれば増えるほどこだわりもこう増えちゃって、どれ選べばいいかね。スペックだけじゃなくて、見た目もなんかちょっとスタイリッシュなものが良かったりとか ね光ったりとか、こう選べるところ多いもんね。こだわり出しちゃうともう、知れば知るほど悩みが増えるパソコン選び。そこでまずは基本的なスペックの意味をASUS JAPAN の内藤さんに解説してもらいましょう。早速ですが内藤さん、パソコンはどういうところを見て選ぶのがいいんですか？一般的な選び方なんですけれども、 OS の種類や CPU、 そしてストレージ、メモリなどを見て選ぶ方が多いですね。パソコンの専門用語って難しいですよね。そこで仕事部屋に例えて説明すると、 OS は仕事をする人、次に CPU は人間の頭脳。CPU の性能が高いほど仕事の処理速度がアップします。メモリは仕事机、メモリが大きいほど様々な作業を同時にこなせます。最後にストレージは机の引き出しや本棚、大きさによってデータの保存量が決まります。どれをまあ大事にして使っていきたいかっていうところを考えながら選んでいただければ一番いいのかなと思っております。なるほど。ちなみにホノピーは何を重要視して選んでるの？はい、やっぱりゲームばっかりやるので、FPS が綺麗な画面で見れるかとか、固まったりするのがすごい嫌なので、ぬるぬるにサクサク動いて、ネット系に強いパソコンみたいなのもあれば欲しいなって思います。私はちなみに CPU 絶対主義です。なるべく予算が出せる範囲で CPU、 頭脳ですね、頭脳が最大限に高いものを選びがちです。ということで、パソコン選びのポイントは使い方次第。何にこだわるかによって十人十色の正解があるんです。ではギガスクール構想でも多く使われているChromebook のおすすめ機種をご紹介。まずはこちらの製品、 10.5 インチと小型モデルですが、使い方に特徴があるそうです。キーボードの部分とタブレットの部分を切り離してみてください。怖いな、自分でやるの。おバツッといっちゃっていいです。いっちゃいますか？はい、あ、簡単。モニターとキーボードが取り外せる 2-in-1 パソコン、付属のペンでメモやイラストも快適に書けちゃうんです。さらにタッチ操作も可能、学習用に最適なモデルなんです。続いてはこちらのパソコン、一見普通のパソコンですが、他にはない特徴があるそうで。これちょっと持っていただいて、はい、液晶画面をですね、後ろにこう倒してみてもらえますか？倒して、はい、もっといっちゃっていいです。もっといっちゃってください。360度回転するディスプレイです。おお、すごくない？なんとディスプレイが360度回転し、タブレットとしても使える優れもの。勉強から動画視聴まで用途に合ったスタイルが選べる変幻自在のパソコンなんです。その他にもお子さんも安心して使える頑丈さを持ち合わせたモデルや、複数の作業を同時にこなせ快適にゲームができる高性能なモデルもおすすめだそうです。内藤さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。私今本当に出先で使えるノートパソコンを探してるんですよ。家にいない時にゲームができないのが嫌なんですよ。そっか、なるほど。だからちょっと後で詳しくお話聞かせていただこうと思います。次回の研究テーマは、パソコンを使うことで授業はどう変わっていくのです。次回のギガ研もお楽しみに。バイバイ。最後に番組からお知らせ、2人の手書きイラスト付きの番組特製ロゴステッカーをビッグカメラとソフマップ店頭でプレゼント。詳しくは番組ホームページをご覧ください。